ポストシーズンを控えたジャイアンツに衝撃のニュースが飛び込んできました。アメリカのスポーツ専門チャンネル ESPN の記者が、菅野選手が今シーズンオフに海外 FA 権を行使してメジャーリーグに移籍する意向があると報じ、日本の各種メディアも一斉にそのニュースを報じました。一連の報道を受けて菅野選手もコメントを発表し、僕自身もやっぱり向こうでプレーするという気持ちでいると海外 FA 権を行使する意向を示しました。これまでのジャイアンツへの貢献や、1年間浪人してでもジャイアンツに入団してくれたいきさつ、2020年オフにはかなわなかったメジャー移籍に向けて菅野選手を応援したい気持ちが強いですし、なんとか日本一になってメジャーリーグに移籍してもらいたいです。菅野選手は今シーズン24試合に登板して防御率 1.67、15勝を挙げる活躍を見せ、自身4年ぶりの個人タイトルとなる最多勝と最高勝率を確実にして、同じく4年ぶりで3度目となる MVP の獲得も濃厚となっています。前回ポスティングシステムによってメジャー移籍を目指した2020年から3年間で規定投球回は1度だけ、その間20勝22敗と全盛期のような投球はできていませんでしたが、今シーズンは見事復活を果たしました。対戦打者におけるフォアボールを与える割合を示す指標 BB パーセントではキャリア最高の 2.6 を記録し、全盛期ほどに三振は奪えなくなっていますが、フォアボールの少なさと味方の堅い守備で好成績を上げることができました。前回メジャー移籍を目指した2020年オフはコロナ禍での混乱もあり、契約がまとまらずにポスティング不成立となり、夢だったメジャー移籍を諦めざるを得ませんでした。2021年に海外 FA 権を取得しましたが、思うような成績を残すことができず、行使せずにジャイアンツに残留を続けていました。そして今シーズン、素晴らしい成績を残しチームも優勝して、メジャーに移籍するのであれば、本当に最後のチャンスとなり、年齢的にもギリギリのタイミングになると思います。来シーズンで36歳になる菅野選手なので、大型契約というのは難しいと思いますが、それでも単年契約であればメジャー契約もつかめると思います。今シーズン大活躍してくれた菅野選手が移籍してしまうことは残念に思う方もいるかもしれませんが、いつまでもベテランの菅野選手に頼っていてはダメですし、正直菅野選手が来シーズンも今シーズンのような成績を残すことは難しいと思います。なんとか12年ぶりの日本一になり、菅野選手にとっても初めての日本一を経験してもらい、すべてのジャイアンツファンに祝福されながらメジャー移籍を果たしてもらいたいと思います。菅野選手が今シーズン投げてくれた150イニングを来シーズンは他の選手で埋めなければならず、その候補になりそうなチーム内の選手と今シーズンオフに移籍市場に出てきそうな先発投手を見ていきたいと思います。西舘選手は今シーズン開幕からセットアッパーとして起用され、20ホールドを挙げました。シーズン中盤に不調で2軍降格となりましたが、2軍では先発に転向し、9試合の先発登板で37イニングを投げて52個の三振を奪い、防御率は 1.43 と先発としての適性も示しました。1軍でも1試合に先発し、その時は結果が出ませんでしたが、来シーズンは先発ローテ候補の一人としてかなり高い期待感があります。先発登板でも中継ぎの時と変わらない150キロ近い平均球速を出せることも魅力ですし、来シーズンいきなり15勝というのは考えにくいですが、今シーズンの菅野選手の150イニングの穴を埋める一人となることは十分に考えられます。赤星選手は今シーズン開幕ローテは外れロングリリーフとしてスタートしましたが、9試合に先発登板しました。昨シーズンは 20% を超える K パーセントを記録していましたが、今シーズンの赤星選手は三振を奪えなくなり、期待されていたほどの成績は残せませんでした。それでも BB パーセントは菅野選手に次ぐ数字を記録し、昨シーズンのような奪三振能力が復活すれば、一気にエース級の成績を残せる可能性は秘めています。今シーズンも9月以降の1軍登板では13イニングで15個の三振を奪い、
与えたフォアボールは一つだけと素晴らしい成績を残し、来シーズンこそは先発ローテ定着への期待があります。ゴロを打たせる割合も40イニング以上を投げたセリーグの投手では2番目に多い数字で、三振さえ多く奪えるようになれば凄まじい成績を残せる可能性があります。又木選手は今シーズン1軍で3試合に先発登板しましたが、合計10イニングで10個のフォアボールを与えてしまいました。1軍では結果を残せませんでしたが、2軍では20試合の登板で防御率 2.07 と2軍先発陣ではチーム1番の成績を残しています。特に9月は絶好調で、4試合の登板で23イニングを投げて21個の三振を奪い、与えたフォアボールは4つのみ、自責点ゼロと無双の投球を見せました。来シーズンに期待感を持たせる投球を見せ、先発ローテ候補の一人となってくるでしょう。菅野選手の穴を埋める存在として、大勢選手の先発起用も視野に入れてもらいたいです。これに関しては反対意見も多くでそうではありますが、良いピッチャーであれば先発起用した方がチームのためになります。中継ぎやクローザーであればシーズンで多くても50イニングほどしか投げられませんが、先発投手であれば150イニングほどを投げることができ、良いピッチャーが長いイニングを投げて失点を抑えてくれる方がチームの勝率は上がります。パリーグでは西武の平良選手やソフトバンクのモイネロ選手など中継ぎから先発に転向して貢献度が高くなった例はこれまでにもたくさんあります。大勢選手の先発起用について球種の少なさを挙げる方もいますが、ロッテの佐々木選手や種市選手などは今シーズンほぼ3球種で結果を残していますし、戸郷選手も基本は3球種で投球をしています。球種の少なさは問題にならないですし、良いピッチャーであればあるほど先発で起用すべきだと思います。ジャイアンツでは山口哲也選手を先発で起用し、うまくいかなかった例はありますが、何事も試さないと結果はわからないので、来シーズンではないにしてもいつか大勢選手の先発起用は試してほしいです。その他にもジャイアンツには来シーズンの先発ローテ候補になる選手を多く抱えています。今シーズン序盤にローテを回ってくれた堀田選手も8月以降は2軍でも三振が多く奪えるようになり、1軍でも9月以降は8イニングを投げて8個の三振を奪って与えたフォアボールは1つのみと、来シーズンに期待を持てる好投を見せてくれました。今シーズン中継ぎで成績を残した選手たちも来シーズンは先発起用を試してもらいたいです。1軍で結果を残したいない選手や2軍で素晴らしい成績を残した馬場、畑、今村、菊池の4選手などこの中から何名かは先発起用を試してほしいですし、菅野選手が抜けてしまったとしても先発ローテの候補になる選手は多数抱えられています。次は他球団から FA になる選手や契約の切れる外国人選手などを見ていきます。ソフトバンクの石川選手は今シーズン国内 FA 権を取得し、年俸は1億2000万円ですが、保証のいらない C ランクだと見られています。昨シーズンの契約更改で今シーズン中に FA 権を取得見込みでありながら、複数年契約の打診はなく FA 権行使の可能性は高そうです。今シーズンはここまで15試合の登板で防御率は 2.56、 投球回は63となっていますが、昨シーズンまでは4年連続で100イニング以上を投げていました。奪三振能力も高く、BB パーセントも今シーズンは昨シーズンの 10% 以上から大幅に改善させ、他に有力な FA の先発投手が市場に出なそうなことからも、石川選手が FA 宣言をすれば昨シーズンの山崎福也選手のような複数球団による争奪戦にはなりそうです。ジャイアンツが参戦するかは分かりませんが、来シーズンで34歳になるという年齢を考えても、そこまでの大型契約で獲得する必要はないように感じます。しかしイニングを投げられる投手は貴重で、投手は何人いても困らないということもありますし、保証がいらないのであれば獲得に乗り出す可能性もありそうです。中日のライデル・マルティネス選手も
今シーズンで契約が切れて争奪戦になると報じられています。昨シーズンよりはやや成績を落としていますが、ジャイアンツが獲得に乗り出す可能性はあるのでしょうか。マルティネス選手との契約に関してはキューバ政府の意向も絡んでくるため、かなりの高額な契約になりそうです。その参考になるのが昨シーズンソフトバンクがモイネロ選手と結んだ契約で、4年総額40億円という大型契約でした。そこまでの大型契約になるのであれば先発として起用しなければなりませんし、若手有望株の選手を多数抱えているジャイアンツなので、マルティネス選手にそこまでかけるのは現実的ではないように思います。他にも他球団で今シーズン契約が切れる主な外国人選手を見ていくと、横浜のジャクソン、K の両選手、ジャイアンツにも在籍していたメルセデス選手、ロッテ、オリックスと渡り歩いているカスティーヨ選手、阪神のビーズリー選手あたりが成績も良くて狙い目になりそうです。ジャイアンツはメンデス選手が退団濃厚となっているので、代わりとなる外国人先発投手の獲得には動くでしょう。特にビーズリー選手を推す声はよく聞かれますが、この中の選手であれば誰でもそれなりに投げてはくれそうです。もう一人よく挙げられるのはジャイアンツに在籍していて現在はメジャーリーグで活躍するマイコラス選手です。昨年のインタビューでマイコラス選手は MLB でのキャリアが終わった後、健康でいられたら最後の1シーズンジャイアンツに復帰したいと語っており、そのことでマイコラス選手の復帰待望論が起こっているようです。しかしマイコラス選手は来シーズンもカージナルスとの契約が残っており、今シーズンの成績は防御率こそ悪いですが、170イニング以上を投げる貴重なイニングイーターで、メジャーでもまだまだ活躍ができています。今シーズンオフのマイコラス選手の復帰は全く現実的ではないですし、もしやったとしても早くて来シーズンのオフになるでしょう。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。